どうもハビクルメ案内人の淳です。今僕は東根市に向かっているんですけども、そこで、今回お邪魔するお店がこちら。こちらのお店ではですね、美味しいオムライスがいただけるということなので、どんなオムライスが出てくるのか今から行ってみたいと思います。そしてハビグルメでは山形グルメをどんどん紹介していきますので、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。早速行ってみましょう。さあ、行くぞ。はい、皆さんどうだったでしょうか。とても美味しいオムライスでした。卵の部分がね、とろっとしてるやつと、なんか固めに焼いたやつのなんか中間みたいな感じで、ピーナッツソースかかってたんですけど、オムライスとハンバーグでちょっと違って、オムライスの方はちょっとあっさりめ、さらっとしたっていうか、このデミグラスソースで、ハンバーグの方はワインがとっても効いてて、すごいコクのある、なんだろう、濃厚な。デミグラスソースで料理によって使い分けてるんだなと、両方食べたことで、分かったと。他にもね、メニューいろいろあったんで、また行って食べてみたいなと思いました。美味しそうと思ってもらえたら幸いです。今回もごちそうさまでした。